じゃあちょっとまず見ていきましょう。最初、青さんのアイディアでございます。ひよどし青さん、こちら水着を着たくありません。助けてください。て、けて、助けて、助けて。いやもうね、こういう子にしてるのがオツってもんなんだから。それなんだよな。こんなこと言われたら、はい来てくださいっていうね、もうまっすぐね、逆に見たい、見たいですね。そうだよね、逆に見たいよ、うん、逆に布面積減らそうぜ。ね、最低限隠せればいいんだね、もう。いっそいっそそれでいきましょうやん。これがホロライブのやり方ですよ。青くんちゃんだけ、はい、すっごい布面積少なめな感じで生きてもいいのかな。ね、そんなことできんの。まあ、やっぱりそこはね、できる可能性もあるじゃん。一人だけ特別水着。特別水着やりたいですね。特別水着だよ。もしかしてルナさんも着たいって。いいの？行きたいの？待って、今の流れで行きたいんだったら、まず今日その T シャツを着てよ、その T シャツを。何も見えてないんじゃん。確かに、この流れで着たいっていうのは珍しいですね。まあ、まあ、着たくありませんと言ってますけど、まあ、似合うし、まあ、絶対ファンのね、読者の皆さんも楽しみにしてると思いますので。まあ、着たくありません。助けてって言いながら、本当は着たいのかもしれないしね。覚悟を決めてるね。自分から言えないのかもしれないよ。わお。可能性ありますと。はい、ちょっと楽しんでいただければいいですね、実際はね。まあ、まあ、楽しみだね。これさ、あるかも分かりませんけどね、そもそも。妄想は自由だから、妄想で楽しみ、妄想ですよ、これは。はい、まあ、A ちゃんもじゃないですね、私も着ない、私は着ないので。 A ちゃんも着ないの？ A ちゃんは着ないの？着ません。 A ちゃんは着ないんだ、水着。いろいろ見えちゃうじゃん。いろいろ何も見えねえだろ。何が見えねえ。何が見えねえ。びっくりした。何が見えるのか分かんないけど、肌は見えるの？見れるものもなさそうですし。あー、うん、まあ別に何も聞かないですね、かなさんに言われたところで。はい、じゃあ次、はい、次行きます。溶かしてやる。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、うん、お願いします。お願いします。